赤ほどの古墳は、大阪府屋川市打ち上げにある古墳。国の史跡に指定されている。大阪府北東部、生駒山地北端の丘陵斜面上に築造された終末期古墳である。打ち上げ神社の裏山に所在する。古くは、江戸時代の資料に記述が見えるほか、これまでに実測調査、発掘調査が実施されている。現在は、 墳丘報道が認められないが、本来は墳丘報道を伴わないとする説と八角形古墳とする説がある。主体部の埋葬施設は予告知識せっかくで南方に開港する。花崗岩の巨石2個をくり抜き組み合わせて構築したもので、前面にはさらに巨石2個を据えて沿道とする。伝出土品として、江戸時代に近藤製壺の発見が知られるほか、 発掘調査の出土品として、末期編、河原木湾等がある。この石放電古墳は、古墳時代終末期の7世紀中央頃の築造と推定される。周辺では、古墳時代後期の6世紀代の群衆墳として、打ち上げ古墳群、打ち上げ神社古墳群が知られるが、本古墳はそれらの映像後に単独墳として、築造された有力豪足墓になる。 予告知識せっかくは、終末期の有力支配者層の母性とされ、大阪府の中、南河内や奈良県の飛鳥地域に集中的に認められるが、北河内では本古墳が唯一であり、かつ河口岩の巨石をくり抜いて構築する数少ない、例の古墳になる。古墳域は1973年に国の史跡に指定されている。せっかく主体部の埋葬施設には、 横口式石っが使用されている。石っは、花崗岩の巨石2個を組み合わせたもので、平らに加工した底石の上に、横工部をくり抜いた二石を乗せる。底石は、南北長、約3メートル、厚さ約0.10メートル、外石は、直径約3.2メートル、厚さ約1.7メートルを測る。外石の横工部は、 長さ約2.30メートル、幅約0.55メートル、高さ約0.70メートルを測り、入口から約0.90メートル奥からは、幅が約0.90メートルと直角に広くなる一方で、高さは約0.68メートルと狭くなり、入口前面には閉塞用の扉石の仕口、時空受け線行が認められる。 類似構造の予告知識せっかくとしては、立田五坊山三号分せっかく、鬼のまな板、鬼の接近が知られる。原室前には、花崗岩の巨石二個が左右に据えられ、沿道を形成する。東川石は、長さ約2.4メートル、高さ約1.5メートル、厚さ約0.40メートルの割石で、西川石は、最大幅約1.2メートルの三角水台上の、 割り石である。沿道の天井石は発見されていないため、即石のみが据えられたと推測される。また、せっかく後輩の少し離れた位置には東西に列石が認められる。列石は4個からなり、せっかく後輩正面の3個は東西一列に並ぶが、生誕の1個調査で発見はその列とは135度の角度をなして据えられる。この列石の意味はつまびらかでなく、 ボイキの区画石とする説、噴球報道のドドメ石とする説、地山のドドメ石とする説が挙げられるが、噴球報道のドドメ石とすれば、元々の噴球が八角形を成した可能性が示唆される。またせっかくと列石との間には石敷きも認められる。なお、四個の他に列石に当たる石は認められていない。ありがとうございます。